やあみんな、兄貴船長です。最近海の事故をニュースで見るが、ミスをしない人間はいないため、事故から学び次に生かしていくことが大切だ。今回は2021年11月に博多湾で起こった外航貨物船の座礁事故の全容と、その時船内で何が起こっていたのかを見てみよう。それでは本日も出航。2021年11月28日深夜、当時の天候は晴れ、平均風速は約1メートル。積み荷のバナナを乗せ、博多港を離岸し、神戸へ向けて出港したパナマ船籍の貨物船が博多港の防波堤に衝突、船首部分が乗り上げ座礁した。通報を受けた海上保安庁が巡視船で現場に急行し、貨物船の乗組員が全員無事であることを確認。衝突により船首部分から燃料オイルが漏れ出していたため、流出した油の対応と貨物船サルベージに向けた準備を開始した。官民船舶合わせて20数隻の船と航空機が動員され、一時は該当海域に航泊禁止令が出された。事故発生から10日目の12月7日、油の回収を優先させていたため、本船の移動に時間がかかったものの、タグボート2隻で貨物船を後方から曳航し、防波堤から脱出。貨物船は博多港の中央埠頭に移動し、船体検査などが行われた後、積み荷であるバナナが荷上げされ、航行に問題がないことが確認できたため、修理のためにフィリピンへ出航した。以上が今回の事故概要だ。続いては事故原因と処分について見ていこう。海上保安庁によると、操船指揮していた船長70歳が自船の位置を誤認し、防波堤に向かって直進したことで座礁。事故当時は夜であったため、防波堤が目視しにくい状況であった。灯台を目印に自船の位置把握と航路設定が行われていたが、南方にある別の灯台を本来目的とすべき中央航路の灯台と勘違いしたんだ。灯台の見間違いや船の位置誤認は誰でも起こり得る話だが、事故につながった原因は見張りにレーダーを使用していなかったこと、つまりダブルチェック機能が働いておらず、間違いに気づけなかったことだ。この船長は業務上過失往来危険の疑いで書類送検されることとなった。この事故から学べることは何だろうか。波風や霧の有無、潮の満ち引きなど、海象条件は刻一刻と変化する。視界の良し悪しや航路の混み具合など、海の世界は本当に目まぐるしい。この船長は博多港から入出港経験が豊富であったが、慣れてきた頃が一番危ないということだ。具体的な対策についてだが、重要なのは複数の人方法で正確な情報を把握し、ミスの発生率を減らすことだ。シンプルに考えてみよう。目視による自船の位置確認で勘違いを起こす可能性が 5% あるとしよう。年間200回の入出港があると、200回 ×5% イコール10回間違いが発生することになる。20回の勘違いのうち1回が事故につながるとすると、2年に1回事故が発生することになる。無視できないリスクだ。ここにレーダーのダブルチェックを入れるとしよう。レーダーが正常に機能する可能性が 98% だとすると、2つのチェック体制をくぐり抜けてミスが起こる可能性は 5%×2% イコール 0.1%。 これなら100年間に1回事故が起こる計算となり、チェックが1つの場合より随分安全だ。チェックポイントを増やす方法はいくつかある。1、方法のダブルチェック。今回のケースであれば、自船の位置把握に目視などのアナログ手法での確認、レーダーや GPS などのデジタル手法での確認、この2つでダブルチェックしておけば異常に気づけたかもしれない。機器が故障することもあるので、アナログとデジタル常に両方の手法を活用したい。2、人のダブルチェック。確認する人を1人にせず、常に複数人でチェックすれば、その分間違いが少なくなる。船長が誤認していることを他の船員が指摘できれば、事故を未然に防ぐことができたかもしれない。部下が上司の間違いに気づいても怒られるかもしれない、自分が勘違いしているかもしれないなどの理由で発言できず、事故につながる事例は結構多い。船内は指示系統が明確で相談しにくい職場環境だが、危ないと感じたら全員の命を守るために相談しよう。間違いだったら、すいませんでしたと謝れば良い。事故を起こすより100倍マシだ。逆に上司は常日頃から部下が報告相談できる雰囲気づくりを行っておこう。ミスをしない人間などいないのだ。
幸い今回の事故で負傷者が出なかったが、油の流出や船の修理、航行への影響など事故の損害は非常に大きい。常に複数の方法や目で確認し、おかしいと思った時は気軽に報告相談できる船内雰囲気作りを行っておこう。貨物船で支柱長をしている女性船員です。支柱士は一人なので人間関係に悩まされない。女性船員も少ないので風呂トイレも貸し切り、自分で仕事時間をマネジメントできる。貴重な情報ありがとうございます。兄貴船長に質問相談があればコメント欄で教えてくれ。今回は以上だ。海が呼んでるぜ。